利用者は37万7千人増えました。 JR6 社は12月28日から1月5日までの利用状況を発表しました。今期は前の年と比べて 3% 増加、各新幹線を中心に利用者が大幅に増えました。 JR 北海道は北海道新幹線の開業で青函区間の利用者が増えましたが、運転を再開したばかりのスーパー大空、スーパー十勝で減少した影響でトータルの利用者が若干少なくなりましたということですが、渡辺さんいかがでしょうか。まあね、新幹線中心にこうやって増えてるってことで、まあ、増えてること自体はいいんですけどね、うん、まあ、あとは今後だからこう、まあ、新幹線増えるのいいけど、まあ、増えた新幹線の収益の分をなるべくなら在来線とかローカル線には回してほしいんですけど、その体力が、まあ、そこまでね全体の会社に余裕があればいいんですけどみたいなのは難しいななんて思いながら見てましたよね。あとはなんか面白かったのが1月3日に九州新幹線の博多と熊本の間で1日あたりの利用者が最高の人数になったみたいな感じで九州の方で発表あったんですけど、まあ、それの要因がね1月3日に帰省ラッシュがあって、そこにヤフオクドームに関ジャニ∞のコンサートがあったみたいな、そこの重なり方で増えたみたいな感じのがちょっと、はい、まあ、トピックとしては面白かったですね。はい、はい、ありがとうございます。続いてのニュースです。新しい駅を作ります。富山県の愛の風富山鉄道は西高岡と高岡の間に計画されている新しい駅の起工式を行いました。駅は2018年春に開業予定で、駅名は高岡やぶなみ片籠の里越中高岡の中から決まる模様です。というわけですが、新しい駅どうなるんでしょうかね。ね、はい、富山というかね、この北陸本線から新幹線できたことによって、はい、この地方の第三セクターというか、こういう、愛の風富山鉄道とか IR 石川鉄道とか、そうなったところのこの北陸本線の区間って結構一駅一駅の間が長いので、はい、昔作られた国鉄時代に作られた、路線だから結構長いので、まあ、こういうふうにね高岡とかそういう大きな町の近辺だとこうやって間にじゃあ駅と駅の間にもう一個作りましょうかみたいなので結構動きあるみたいで、愛の風富山鉄道自体もこの高岡以外に富山と東富山の間でもなんか駅計画されているとのことで、うん、まあ、駅一駅作るのって結構お金もかかるし、まあ、本当数千万円かかったりとか、あとはね JR 北海道が駅をどんどん廃止していってるように維持費もかかったりするんで、まあ、大変だと思うんですけど、まあ、それだけねこの地元の人に利用してもらおうというこの意思が見える感じで、まあ、いい感じだなと思うんですけど、うん、ただね駅の位置がね高岡と西高岡の間にあるから、この、まあ、候補が3つということなんですけど、なんかね僕の中ではちょい西高岡とか高岡と西の間だからそういう感じの微妙なやつにしても面白いのかななんて思いながら見てましたね。うん、はい、駅名ってどうやって決まるんですかね。駅名は基本的に、まあ、その辺の、地名であるとか、はい、なんかこう、まあ、多分片籠の里とかやぶなみが多分地名だと思うんですけど、片籠の里とかだとなんかそういうなんか作ってる工場だったり名物みたいなのがあったりみたいな感じとかで作られてると思うんですけど、もう越中高岡なんてこれちょい西高岡と同じような考え方だと思いますよね。もう、うん、なんかないからみたいな感じで、はい、なってると思いますね。はい、なるほど、はい。